死んだぞ。岸寺で助けがいると範夫が申しておったな。今に終わるから。化け物が、ゆうべ現れて見ましたか。落ち着け。お主の名は。しのでございます。しのして何を見た。川の子、カッパです。妖怪の、確かか。かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか。父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。気をつけください。カッパは空腹のはず。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてやる。よほど腹が減っていたのか。この後、人か獣のものか。川に続いておる。
跡が続いておる。父親だな。切り口はむごいが鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。一番手は誰だ。カッパではない。犯人はただの賊であろうな。ある意味化け物か。罪も働いておる。小石だ。やはりな。笛だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない。族だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島に叔母がおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。
海様。ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。ん、この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんです。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。ケンジ、殺してやる。お主は？ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏男を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？菅笠州から盗んだ。酒井様、猛虎の気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。慎重。当てにはならんな。そやつと逃げろ。ケンジ、夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。酒井様、お願い出して。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ、助かった。これからどうするのだ？これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。
あれ見ろ、失敗したじゃないか。怒るな、万事うまくいったのに。うまくいってない。もうこの船がさしろも死んで。いや、透明、襲う相手を誤ったようだな。動くでないぞ、とどめを刺してやる。いや違う、こいつらは俺が殺したんだ。他の連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではないのか。手を組むよう脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたのに、家に帰ったら家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。あいつらを一人残らず殺すまで、まだ死ぬわけにはいかん。お主の意中は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか。俺の名は五名だ。酒井仁だ。住処に案内しろ。早く殺しとけよかった。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。野営のことならば喜んで。海辺に蔵がある。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭の五郎八だ。あいつだけは許せない。野営の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃ。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。まとめて殺してやる。気を入れろ。
いずこへ行った。おお、トミオ、家族を殺したのは俺だぞ。ゴロハチ、覚悟しやがれ。でなければ癒せぬ。この命はあなたに拾われたようなもんだ。家族の敵は撃てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは言いたくないんだ。わかった。安らかに眠れ。